思考実験です。そう遠くない将来、自動運転車で高速道路を走っています。周囲を囲まれていますが、突然前のトラックの荷台から重く大きな荷物が落ちてきました。衝突を避けるには時間がありません。瞬時の判断が必要です。まっすぐ進んで荷物に突っ込むか、左の SUV にぶつかるか、右のバイクにぶつかるかです。自分の安全のためバイクにぶつかるべきか、他人への危険を最小限に抑え、大きなものへの衝突で自分の命を犠牲になろうと直進するか、中間を取って安全性もある SUV にぶつかるか、自動運転車はどれを選択すべきでしょう。もし人が車を手動で運転していたなら、どの反応でも熟慮した決定ではなく反射的行動として受け取られるでしょう。パニック状態での本能的行動は計画性や悪意がないと。しかし同じ行動がプログラマーによって将来起こりうる反応としてあらかじめ車に組み込まれていたなら、計画的殺人のように見えます。自動運転車は運転から人的ミスを取り除くことで交通事故や死者数を劇的に減らすと予想され、他にも様々な利点があります。交通渋滞を緩和し、有害ガス排出量を減らし、ストレスの多い運転時間を最小限に抑えます。しかし事故が起こった際、その結果が数ヶ月または数年前にプログラマーや制作立案者により決定されているかもしれないのです。中には難しい決断もあるはずです。基本的に被害の最小化のような一般原則に基づいていますが、倫理的に不透明な決断を迫られる状況もあります。例えば同様の状況で、今回は左にヘルメット着用のバイク、右にヘルメット未着用のバイクがいます。自動運転車はどちらにハンドルを切るべきでしょうか。ヘルメット着用の方が生存率が高いからとぶつけるとしたら、ルールを守っている人を罰していませんか。一方ルールを守っていなくてもヘルメット未着用のバイクにぶつけたら被害の最小化という設計原則から外れてしまいます。ロボットカーが路上の正義を担うのです。倫理的な判断はさらに複雑になります。どんなシナリオでも設計方針は目標選択アルゴリズムとして機能します。言い換えると、衝突する対象物の種類からシステム的に選択します。標的の乗り物に乗っている人は自らの加護がなくてもアルゴリズムの選択による負を受けるのです。この新技術は他にも倫理的ジレンマをたくさん生み出します。例えば事故において可能な限り多くの命を救おうとする車と、乗車中の人の安全を優先する車、どちらを買いますか。もし車が乗っている人や事情を分析し考慮するようになったらどうなるでしょう。被害を最小化すべく前もって設計された判断よりその場の選択の方が良い場合はあるのでしょうか。誰がその判断を下すのでしょう。プログラマー、自動車会社、政府。現実がこれらの思考実験通りにいかなくても、それが要点ではありません。思考実験の役割は物理的世界における科学実験と同様で、人の倫理的直感をストレステストにかけるのです。これら倫理観を今見極めることで、テクノロジーの倫理という未知なる道に進むのに役立ちます。素晴らしき未来へと自信を持って良心的に進んでいきましょう。これらのビデオでもっと学びませんか。チャンネル登録をお願いします。新しいことを学ぶチャンスです。